天王寺ミオプラザ館、ステーションプラザ店の宇治時代ステーションプラザ店の宇治時代天王寺ミオプラザ館は、大阪府大阪市天王寺区の JR 西日本、天王寺駅の駅ビルにあるショッピングセンターである。本項目では、旧名称の天王寺ステーションデパート、ステーションプラザ店の宇治だった時代の遠隔についても記述する。天王寺駅の駅ビルが竣工した1962年に、 開業当初は天王寺ステーションデパートと称していたが、2002年にステーションプラザ店のうじに改称。フロアは天王寺駅のコンコースを含む地上8階、地下1階建て。6階から8階には天王寺とホテルがあった。現在の天王寺とホテルが1992年に完成した後は天王寺とホテル本館と名称変更し、2001年8月の 本館閉館までは閉存して営業していた。また、かつて地下には映画館、天王寺ステーションシネマもあった。現在の運営会社は JR 西日本 SC 開発株式会社であるが、合併前は天王寺 SC 開発株式会社であり、ステーションプラザ店のう治時代は株式会社天王寺ステーションビルディングが運営していた。出資比率は JR 西日本が98.4%、JTB が1.6%。かつては近畿日本鉄道や南海電気鉄道も出資していたが JR 西日本が取得。2011年7月1日に天王寺美を運営する天王寺ターミナルビル株式会社が天王寺ステーションビルディングを九州合併し現在の名称となった。ありがとうございます。